Já não tá, né? Tá bom. Thank you.
全然落ちちゃってますけど、こことかもあったんですけど、とりあえず触ったらよう分かります。ここなんか特に脆いので景色もいいですよね。でちょうど色が変わってるところまでが赤いサンゴですね。で今日のし飯こんな作んないですからね。みんな八重山そばですよ。僕らキャンプするから、うん、早くだけだったらあれなんですけど、やっぱシュノーケルでどっと疲れますね。目標というかね、こういうのいらないんだとかなりますよ。そう、多すぎて。
これは今我々のライトに反応してる。今これちょっとこう潰りそうで。まあ、いろんなカエルが降りてきたりとか、まあ、季節的な生き物。うん。話ね。カエル多いんで、あそこほら見てみてください、ね、一瞬で。はメスにこうやって抱きつく形でメスの産卵を促して確実に自分で、オスはそのメスが産卵をするタイミングにそこに自分もいや。そのままね、じっとしててください。ね、なんかこのカエルが8種類いるんですけど、うん、その中で多分この子がね、一番可愛い。うん、あのムービーライトって言って、念願の。太もものとことかにオレンジが鮮やかに入ったりもするので、うん、足が伸びきるとこういう色も見えますよ。ちょっと呼吸が早いですね。緊張してます。図鑑の色味とはこの個体は若干違う個体です。これはやっぱある程度個体差がありますね。でこう高いところにやっぱ上がっていがるんで、手をこう上向けにしとくと上上上。ここに卵が詰まってますよ。2、3日に1個ずつぐらい産卵します。寿命がありますけど、あの寒いのを耐えられないですよ。民家のそばにもそういう環境があって、探せば人の家のこう庭で見つかったりすることもあります。するかというと、こういうコンクリートとコンクリートのつなぎ目の隙間。5年ほど前ね、平成から令和に変わった時にこのカニがあの全国の水族館に展示されました。うん、これはね、彼ら隠れ岩ガニという名前の中に、その時に展示。結構マンションのね、奥は寝室が細かく分かれて、ほらほら出てきた。はいはいはい。乗せてるだけだったら大丈夫。隙間を探してます。またじゃあ返してあげようかなと思いますけど、いいですか？はい。